はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病、腸病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、病は気からということをね、よく言いますけども、まあ、それの逆バージョンってあるんかいなって話を今日はするんですけども、まあ、その僕はこの度白血病という病気になったわけですけども、まあ、なりたくてなったわけじゃありませんけどね、まあ、というかみんなそうやと思いますけど、まあ、今僕は GVHD という、まあ、分かりやすく言うところの、まあ、骨髄移植の副作用に対して免疫抑制剤という薬を武器にして戦っています。その副作用というのは、体中のあらゆる臓器がですね、ターゲットになり障害が出ます。その障害を乗り越えるのにも、例えば病は気からの逆バージョンで乗り越えれるんじゃないかなと思ったんですよ。逆バージョンというのはですね、俺は病気じゃない、俺は治るというこのね、前向きなこの美しい感情で乗り越えれるんじゃないかと思ったわけですよ。そしてそれを期待できる瞬間がね、やってきました。それは今日から数えて、まあ、2日前ぐらいでしたね。今月、まあ、2019年9月を迎えて、うちの両親がですね、結婚をして40周年を迎えることができまして、姉ちゃんと、まあ僕の姉ちゃんとね、姉ちゃん家族と僕の家族でですね、まあ、小さなアルバムを作って、その中にお手紙を添えて、まあ、両親にプレゼントしようという計画を立てました。お互いのね、家族の、まあ、子供たちの成長した写真をメインにね、まあ、L 版サイズ、まあ、小さいサイズが1ページで、に1枚入るぐらいの、まあ、見開き、この1枚1枚っていうような、小さい可愛い小ささのアルバムを作成しました。まあ、お手紙も、まあ、姉ちゃんと旦那さんとうちの奥さんは、そのページに入るくらいの大きさの、まあ、可愛い便箋にですね、感謝の気持ちを綴ったんですが、まあ、僕は何を思ったのか、スマホで下書きをしていたから、合計1200文字ぐらいを超えてしまってて、まあ、でもそれは実にですね、原稿用紙4枚分ぐらいに相当する、まあ、とてもじゃないけど、そんな可愛らしい小さな、ね、こんなぐらいの小さな便箋に収まるわけがなかったんですよね。まあ、それで仕方なく、まあ、いつ買ってきたわからんぐらいかも覚えてないね、コピー用紙がなぜかこう1000枚ぐらいドンって家にあるんですけども、まあ、それに清書してました。まあ、でもそれもね、4枚ぐらいにはなりましたけどね。まあ、そしてその、スマホの下書きを見ながらですね、実際に文章をこう、清書していたんですが、まあ、やっぱりね、ちょっとね、溢れてくる感情がこう、ありまして、目からやっぱ涙が出てきましたね。一人で泣きじゃくってました。でもしかし気づいたんです。涙が出たのは、左目からだけでした。右目はですね、GVHD の影響で、どんなに感情が溢れても、涙が溢れることはありませんでしたね。まあ、動画の最初でお伝えをしましたけども、病は気からの逆バージョンである、その美しい気持ち、心になると、病気という障害を乗り越えれるんじゃないか。というのは、僕の体ではね、証明できませんでした。まあ、これ、でも、まあ、もしね、右目から涙が出てきたら、僕の細胞がですよ、感情で動かされた心によってですね、病気という障害を乗り越えた瞬間やったわけですよ。まあ、でも、しかしそうはいきませんでしたね。結論。病気は薬や手術で治療すべきである。と言えるでしょう。はい。まあ、といった感じでですね、まあ、このように感じれるようになったのも、このようにお伝えできるのもですね、皆様にご協力してもらってるおかげで生かせてもらってるからと思ってます。もう一度与えてもらった命に感謝します。ありがとうございます。
皆様のおかげで患者さんは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただいたかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にこの動画、このチャンネルが届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。